ちょっと待って、とにかく一回これは出して星5つの評価だけはまず先にもらわんと。ええ、なんでなん、なんでなん。チラントロリーブスが死んだが足りない、胡椒も足りない、チルフレークも足りない。あ、そう、はいはい、わかったわかった、オッケー。まだ思春期なんやな、お前な。まだ思春期なんやな、おじさん。ごめん、そこ分かってられへんかったわ。多分な、あいつはな、まだまだ若いねん。今な、こうやってあれ、強がって言うてんねん。何も分かってん、ほんまはな。ほんま、おじさんの料理の、その味の奥深さ全然分かってへんねん。でもな、これで、足りひんと思うわ、俺。な、いや、あるやん、ラーメンでも。ここの麺もちょっとあるよ。な、お前何が分かんないみたいな、いるやん。そういうことやねん。ふかしとんねん。でもな、ふかすんは、じゃがいもだけにしとけ。な、みんな。今日は俺何が起こっても全然、全く怒らへんもん。だって怒る気がしないもん、今日は。普通のことしてる。で、本当にね、だからいつもの俺っていうのはこういう人なのよ。何にも本当にね、害をもたらさない存在と言われてるから、俺。だから言うたら、切れないナイフみたいなもんやから。刺せないフォークとか、すくえないスプーンみたいなもん。必要ないものか。それ必要ないものだわ。ある意味良かったとまで言えるもん、俺。悪いけど。ある意味、俺はここ今吹き飛んでくれて良かったかなって。うん。自分の中に溜まってたなんかこう、罪悪感まで吹き飛んだかもしれへん、お前。まあ吹き飛んだかもしれへん、まあ急に飛び入り参加してきたな、まあが。なんやねんそれの歌歌うよ、話しちゃうけど沖縄の挨拶はめんそれ。